おはようございます。釣り子 TV です。 Amazon で注文していたブツが一つ届いたので早速開けていきたいと思います。オープンね。さあ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 、何が入っているのでしょうか。えい、あー来たー。これね、シマノのリフトサポートグローブっていうことで、 Facebook とかでですね、ルアーニュースさんのあの記事とか読んでいて、これは良さそうだと思って早速ですね、ネットで調べてポチッと買ってみたんですけども、まあなんというかサポーターですかね、手首につけるサポーターということで、こんな感じで使い方が書いてあるんで、でブラックの、自分手が小さいんで M サイズっていうのを選んでみたんですけども、どうでしょうかね。早速じゃあ開けていきたいと思います。はい、こんな感じでね、左手用っていうことでいいんでしょうかね。これははい、こんな感じで説明がいろいろ書いてあるんですけど、まずちょっとつけてみようと。でなんで買ったかっていうとですね、結構最近大きめのルアー、ジョインテッドクローとかね、あとアラバマリグとかいろいろありますけども、中重量級のルアーを投げたり、あとはミノーとかでもね、終日しゃくったりしてるとね、結構手首が後半疲れてくるんですよね。すごいなんか鈍痛じゃないですけども、疲れたな、投げんのきついなって思うようなことが、たまにあってですね、まあ年によってどんどん弱っていってるんだと思うんですけども、一応ねこういうサポートグッズを手にしてみようかなって、こういう感じで入っていて、はい、あ、ここにねこんな感じの膨らみが、わかりますか、膨らみがあって、指通すところがあって、で結構ね今撮る時も思ったんだけど、このベルクロがしっかりとした感じで、ネオプレーン素材ですね。ちょっと伸縮性のあるウエットスーツとかでも使う、あとはまあ釣りだとロッドベルトで使ってることが多いですかね。ネオプレーン素材でこんな感じで、シマノって入ってますけども、これをどうだろう、こういう感じかな。で手にくるくるっと、はい、装着できました。こんな感じで、あー M サイズでちょっとつんのめる感じです。まあつんのめる感じでいいのかな。これで、手の腱を保護してくれるよってことで、どういう効果があるのかね、ちょっとこう裏に書いてあるんで見ていきたいと思います。リストサポートグローブ、手首をしっかりホールド、親指の働きをする筋腱の2本の内側のパッドでホールドすることにより、しゃくり動作で酷使する親指の動きをサポート。このやっぱ内側にパッドがあって、それが親指の動きをサポートしてくれるっていうことで、はいはいはい、でスムーズな動作っていうことで、こう邪魔になりそうなところにこうスリットを入れてることによって動きを抑制しない構造で、スムーズな動作性を確保しているっていうことで、で感度を重視して甲は大きく開口ってことで、ここはね竿握るところとかはこう広く取って、まあ、ここだけが、覆われてるよっていうことで、手首のホールド感を高める巻き付け構造、これねぐるーっと巻き付けてっていうことになっていて、こういう感じですね。で着用方法は、動作サポートを効果的にするために正しい着用方法でご使用ください。2本の筋腱を内側パッドで押さえるように着用することが効果的なサポートが得られますということで、
親指を伸ばす働きをする、親指を広げる動きをする。ここに ここにこの腱があって、それをまずこれで手を90度になるように曲げた状態、親指をループ部に、あ、これごめんなさい、親指です。人差し指に入れてましたね。はい、これ間違いです。親指に入れることによってこのサポーターがこの剣に当たるようになって、でパッドを押さえるように手首に巻きつけますね。手首に巻くとき尺骨頭がスリットから出るようにします。ここにあの人間出っ張りっていうかね、なんかここにこう出っ張りの骨がありますよね。これがこのスリットから出るように合わせて、で巻きつけていく。ピシッピシッとここから出るのと、ここの、筋をこの膨らみで押さえるような、はい、ごめんなさい、人差し指じゃないです。ちゃんと説明書き読まないとダメですね。親指をこう、はい、ああなるほど。で、締めすぎず安定感を感じるぐらいの締め付けにしてくださいっていうことで、あんまりねギューって締め付けすぎるとまたややこしいから、まあ適度な覆ってる感じがしっかり感じられるように、でもギュッとはあんまり締めない。でこっから骨を露出させるような感じで、はい、これで完成。でこれをつけたことによってどうなるかっていうのもね、実際釣り場でやってみないとわからないんですけど、これからそうですね2ヶ月ぐらいちょっとミノージャーク、まあ、しゃくり続けたりね、あとはちょっと重めのルアーを1日投げ続けたりっていうのが続くんで、これにつけることによってねちょっと疲労感とかそういうのが軽減されるといいななんていうふうに思うんですけども、実際にねしばらく使ってみての感想っていうのはまた、釣り場の実況の動画なんかでも出していければなと思うんですけどね。何にしてもこういう感じでシマノの便利グッズ買ったよってことで、前回買ったねあのシマノのスーパー靴下、すごい厚手で、最新の機能積んである靴下、あれいつも最近履いてるんですけどね、この真冬2月とかの、まあ、雪なんかも何回か降りましたけどね、そういった時でもあの靴下履いてると本当汗ばむぐらいで、すごい快適に真冬の釣りが楽しめてるなんていうのはありますけどね。これもちょっとねこれから春先の結構アクションをいっぱい、あと重いものをいっぱい投げるシーズンの手助けになってくれればなということで1個買ってみました。というわけで本日の釣り子 TV はですね、こんな感じの便利グッズ、シマノのリストサポートグローブ、しゃくりの動きをサポートする専用グローブっていうのを買ってみて、こういった動画でしたね。じゃあちょっと最後これ撮って持っておきますかね。はい、釣り子 TV でした。